い、皆さんご視聴ありがとうございます。大塚です。そうです。はい、というわけで今回は新企画ということで、はい、その名も、はい、アルビアマジックブルー。はい、というわけでね、まあ、このアルビアマジックブルーという動画ですね、まあ、もっと気軽にマジックを遊ぼうじゃないかっていう感じで、まあ、気軽にねカジュアル対戦楽しむかということです、はいはい、まあフリープレイみたいな感じで、はい、ゆるくやっていこうって感じですね。やっていきたいと思います、はいはい、まず今回は初回なんでね、まあ、分かりやすいルールでいきたいと思います、はい、そのままスタンダード美容案3本勝負というわけでですね、はいはい、お互いにね、はいはい、3つをデッキ用意して、はい、まあ、それぞれ、ね、勝負するという形で、はい、2回カットが勝つんですかね。そうそう、はいはい、デッキはお互い選んできましたんで、はい、お互いも選んで俺も選んで、はい、ということで、はい、というわけで、まあ、1つずつデッキで戦って、まあ、2回カットを勝つ、はいはい、ということで、まあ、早速やっていきますか。お願いします。はい、ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。いきます、はい、最初はグーじゃんけんぽい。8、はい、振りまーす。はい、3、どうぞ。はい、前後終わります。赤単だからね、先手欲しい。いや、また3よ。はい、はい、7枚で、まあ、もうデッキいっちゃったけどね、今、うん、何度でしょうか。ちゃんマリアンしてもらって、マリアンしてもらって、そうな反応、マリアンキープしまーす。はい、6枚です。はい、いい、いい、うん、いいんじゃないですかね。はい、いきます。はい、これ欲しい。はい、はい、じゃあお願いします。お願いします。じゃあ、新鮮のアイテムタッピン1枚、はい、どうします。じゃあ、山本おしまいです。はい、どうします。じゃあ、2枚です。地方勝負。ディ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 、見せてください。あ、赤タン。つなの、どうぞ。どうしよう、強反応ゲロ強。つなの、どうぞ。なんでもござる。後々のことを考えると、はい、鎖ですね、鎖ました。はい、鎖落ちました。じゃあ、チョコします。チョコ、これしたかな。はい、そしてしまい。はい、どうします。山を置いて、はい、さっき見えてる今の位置。じゃあ、2点。はい、18、おしまいです。はい、アンタップします。ドロー。はい、おしまいです。はい、アンタップして、どうします。山を置いて、はい、ウィザードなので、あー、いっちまった。3点打ちます。ウィザードライティングされてしまった。じゃあ、アタックします。はい、アタック終了です。はい、ダメージ取ったんで、舞台テラシ打ちます。1枚打ちます。絢爛、はい、山、あー、お、これは打てない。何が、お、もう1枚打ちます。はい、これ使い切れ。これ最初山置かなきゃってなった。早速山を見せてくれ。はい、どうぞ。2点ピン、14、はい、ショックないかな。はい、27で青銅の鐘つき。はい、出ました。はい、出た時に1枚捨ててください。はい、じゃあ俺は台風3点ゲインします。きつかろう。じゃあ前タフ、3、4、タフ4。赤谷にはこのサイズきつかろう。どうします。山セットします。はい、どうしようかな。はい、新規族出します。はい、オッケー。からの島です。はい、運動者出します。はい、運動者が一点半か。はい、はい、はい、からの舞台出します。はい、はい、2、はい、枚めくれて山山お弱い。才能が、才能が終わりでない。じゃあ、おしまいです。これ1枚バイバイしました。あ、すごい。次のターン、山を蹴るじゃん。ありがとう。あ、やばい、これ、1個乗ります。はい、取られたので。あ、2個か。2個だ。あ、そうか。先導者と、はい。で、このなんですが、ここはね、ここはね、ペペ。ペペ、ペペ。ペペ。強さに、強さに死にそうかな。こう出して、はい、はい、おしまい。はい、こっちがなさそう。いや、組あるよ。ある。こっち置きはないけど。こっち置きます。テフィリー邪魔なんだよね。お、まあでも、とりあえずこれ出します。はい、オッケー。で、今なんで、よろしくお願いします。負けなくてね、すみました。おしまいです。はい、頑張ってください。ここまで来ればね、まあまあいる？いいんじゃないでしょうか。はい、駒だな。はい、テフェリー。はい、出ました。じゃあ、プラスします。はい、移動して、で、うん、止まります。
で、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そしておしまいです。はい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 、次は女子で成功した。はい、で、4マナ、はい、実験の許可取りますか。おお、スタックしてくれました。言いました。ボン君の長所で3マナ以下高い。はいはい、じゃあ通った。はい、座らんように通りました。言うてね、あれ、うん、音ができなくはないか。で、ちょっと待ってほしい、待ってほしい、待ってほしい、ちょっと待って、3枚目に置いてほしい。はい、こちらの復讐に燃えた決闘。失礼しました。はい、はい、こいつはですね、なんと僕のターン、はい、フィーチャープレインズオーカーは反抗をします。いや、やめてほしいです。ちょっともう一旦待ってもらえないですいや、ちょっとそれは、あ、はい、あの受け付けない。わかりました。これプラスして、じゃプラスして、はい、プレーに行って、プレーって、はい、19と、はい、17、はい、ね、で、ペイで死んでもやってもらってしまうが、まあ、おしまいです。おしまい、はい、どうしている。さてさて、フィニッシュの混戦がいい。どうなるし、これでおしまいです。はい、いきます。いや、これはもう、いや、まあ、これ一番いいでしょ。はい、じゃあプラスします。気持ちいい気持ちいい。マイナス4、マイナス4、加熱器をやり上げします。はい、3点ゲイン。どうぞどうぞ。ハンデスはないか。うまい。え、気持ちいい。はい、3点アタック。飛んでないけど、まあ、ブロックしないです。はい、3点ハンコ、ハンコで、23。はいはい、で、まあ、ショートロボを出しておしまいです。3枚目っていうのは狂乱が次のターンにあるってこと。これ狂乱だよね。え、取られちゃう。え、取られちゃう。うーん、おしまい。もう相性が悪いよ、相性が。そんなことない。そんなことないの。で、プラスして。はい、どうぞ。はい、見て。はい。さすがに。視点から調子の。ね。通りました。三枚。はい、え、あらあら、はい、え、狂乱が狂乱が、え、これなん、え、1点回復する、もしかして。これ1点ってか、まあ、3点、とりあえずこれは10点。はい、じゃあ1点、2点、3点回復。3点はい、はい、で、なんと、やりたい放題か、俺は。テクニックっていう、ブレインズウォークは1体までしかいけないっていう話なかったでしたっけ。それはいつ、昔の話ですか。はい、ボタン合いまして、はい、はい、はい、おしまいでーす。あ、どうしよう。はい、ヒューラン。エンドです。アタックします。なんで、はい、そして、エンドです。はい、戻ります。ヒューラン負けました。さすがにハンコン強いな、ハンコン。やばい、このカード。はい、というわけで今回スカッターデッキリストになります。はい、じゃあ僕はですね、はい、スパーミッドリンジですね。まあこういう多色のカードを唱えるとトークンが出るこの第1巻区の勇士っていうカードが入っているのが一番の特徴かなと思います。まあ、前からあるデッキなんですけど、まあ、闘争対戦で使いやすいカードが、まあ、増えた、はい、っていうのでかなり強化された感じがするっていうデッキですね。まあ、ね、このデッキをね、そのマカタン大使だけどこの復讐のソリめちゃくちゃ強い。強かった。ね、クリーチャーがこっち並んでれば、まあ、アタックするだけでハンコンでライフが一気にしてみたいな感じだし、あと結構こういう、まあ、タフネクス2とかこういう一貫区の勇士とかのカードもこのマイナス X の効果で、まあ、すぐ蘇らすことができるんで、はい、しかもまあ硬い、めちゃくちゃ硬い。プラス、まあ、最初は直進、最初ね、直進精度が4なんですけど、プラスすると6まで上がったりとかねするんで、
こいつね放置しとくとね普通に中精度10とかいくんだよね。そうで、そうここで、ね、すごいいっぱいあのプレゼントがカードが入ってて、まあまあ、このサンマのねエレリが4枚強いな。でこれと、まあ、リリアナ6万リリアンと、まあ、元祖テレビ、はい、5万のテレビということで11枚11枚入ってます。で、まあ、テレビは、まあ、片にはそこまで強くはないんだけど、そのネクサスとかそう声の再生使うデッキは、まあ、結構インスタンタイミングを組んでこれ出すとも結構声の再生は、まあ、あんまり強くなって、はい、まあ、無効化できるっていうのと、まあ、エスパーコントロールねとかあのカウンターが入ってるとかには、うん、それ簡単に無効化できるんで、このテレビは強いです。ミッドレンジなんだけどもサイドからコントロールプランよく取って、うん、まあ、そのコントロールプランにもかなり適しているのがこのテレビですね。はい、で新しい6万のリリアナね、今アマの話題のね、話題の違う方だけど今回は普通のリリアナなんですけど、まあね、これもマイナス4で暴君、殺戮の暴君で呪文持ちのクリーチャーを落とせたりとかするのがすごく強くて、はい、まあ自分のコントロールしているクリーチャーが死んでもワンドローできるんで、例えばまあこの一貫区の4子出してリリアナ出してトークンがいっぱい並んでて、でじゃあマイナス4しますってトークン死にました、2ドロー相手は相手は今にめちゃくちゃめちゃくちゃなことが起きてる。はい、じゃあ次は赤タンの紹介になります、はい、まあ、ちょっと残念ながら負けてしまったんですけども、うん、まあ、とにかくね、早く相手のライフを削り切るというね、分かりやすい戦略で戦うのがこの赤タンというデッキになります。まあ結構ね、はい、昔からある秋タイプ、まあそうですね、だからここね、1年間ぐらい赤タン本当に強くて、うん、まあ、とにかくね、軽いカード多く入れて、でこういうカードで、マナも増やして、打点も上げて早くライフを削るというデッキになります。で最近はね、軽いだけじゃなくてアドバンテージを得る、こういう舞台テラスとか、うん、あとはまあ、実験の狂乱っていうカードもあって、コントロール相手にもねかなり強めの構成になってきてますね。だから結構ね、1ターン目にクリーチャー出したらアタックして、はい、じゃあ2ターン目舞台テラスってやって除去が飛んできたりとか、なんか色々、まあ、土地とかもね、はい、拾えるんで、うん、まあ、時効リニックもあったし、このカードは本当に強いですね。ちょっと今回山をね山2枚ってめくれをしてしまいましたが、まあ、それでもね土地2枚弾けたと思えば、まあ、最低限の仕事はしているのかなと思います、うん、で新カードがこちらのチャンドラ入ってます、はい、まあ、実験の狂乱が前入ってた枠に、まあ、1枚だけ採用されたり、これ被ると弱いんで、うん、なんか実験の狂乱に実験の狂乱めくるともったいない感じ、そうそうそう、もったいないし、だけど、まあ、チャンドラだったら一応ね捉えてね、はい、でこれ上の能力追放なんで手札から捉えてないんで実験の狂乱あっても、うん、どっちも捉えられる、うん、でこれに戦闘ダメージが入るとその分ライフもね、失う効果持ってるんで、これもビートダウン相手に、ね、削った後に出すとどうやって対処しようかな、対処しにくくなって巻いたアドバンテージ稼げたりしてね、そんな感じですね。赤田、まあ、一番いいのねこれね、まあ、このある状態でこれがあって連鎖するともう止まらない。はい、じゃあ退職、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 3マナでします、3マナでします、3マナでします。これがね本当に赤田の強い、まあ回るとね、本当に気持ちいいこのカード。いや早いのになぜかアドバンテージ取れるっていうのがね、そう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 、今赤タンすごい強いから強いデッキだなって。土地がね20枚しかないから案外4マナ出ないかなと思うんだけど、こういうカードでね無理やりひねり出したりとかね、うん、これでひねり出したりとかちゃんと回るように作られてますんで、はい、あの初心者の方にもおすすめのデッキとなっております。まあ結構安いしね。はい、そうですね。ここまでチャレンジャーデッキ出て、ああ確かに確かに。ただ蒸気族とか腐りました結構の枚数入ってて。はい、なんかもうほとんどあと付け足すなんか2つ使えるまあチャンドラーとか買ったりとか何枚か付け足すだけみたいな感じですぐ始められるから、はい、確かにそうですね、めっちゃおすすめでいくかなと思います。はい、使いやすいですね。はい、おすすめです。というわけでまずは大塚が1本選手ということで、いや次は負けないんで、はい、じゃあ次2本目やっていきます、はい、やっていきます。マジック。